皆様こんにちは。えー、20年一次ベーシック講座経営上システムの第一回目ですね。の講義を始めていきたいと思います。担当はレクセニコ氏中小企業出身の黒川です。でですね、まあ第一回のまああのー、ユニット1ということで、まずはですねあの最初の講義を始めていきたいと思います。 で今回もこの最初の講義ユニット1ではですねまずはこの形状システムっていうのが、まあ、どういう科目なのかっていうところのまあ,あの最初のですね序章というか、まあ、ガイドライン的な形でですねちょっとまずはお伝えしていきたいなというふうに思ってますでまあこの形状システムに関してはですねやっぱりこう得意な人と不得意な人は分かれますねかなり分かれてでまあどっちかというとやっぱり苦手にされる方の方が多いっていうような、まあ、そういった科目の位置づけになってきます で、まあ、なのでですね、まあ、財務会計とまあ似たような形ですね。まあ、得意な人はできるんだけど、苦手な人はなかなかできないというようなところで、まあ結構差ができてしまうという科目なんですよね。で、できる人はまあ大体 IT 業界出身の方で、で、まあ、そもそも仕事上で、こういったあの情報分野というか、システム、IT 分野に、まああのー、携わってるというところで、まあやりやすい人ですね。で、そういう人が、まあやっぱりこう、ちゃんと点も取っていくんですけども、 なそうじゃない人って、なかなかこう IT 業界というか、この、まあ、システムのこう中身とか、そういったところにですね、やっぱりこうイメージが湧きにくいというところはやっぱりあるかなと。で、それによってですね、まあまあ、こう理解がをこうしていくのが、まあ、なかなかできずというところでこう、問題解いたとしても、やっぱり選択肢の判断がなかなかできないというところにつながってくるのかなというのは、間違いなくあるかなと思います。なので、まあ、そこをですね、いかにこう乗り越えていくかっていうのが、この形状システムの課題。 のところにななっっててくるのかとと思ってますということで、まあ、基本的にこの講座ではですね、やっぱり初学者を対象にしておりますと。で、まあ、あの業界にいない、IT 業界ではない業界にいてですね、で、まあ、あの一切この情報システム分野ですね、を勉強したことがないっていう人をですね、対象にまあ講義は進めていきますんで、まあ、そこはまあ、ご安心いただければなと思います。で、そういう人でも、ちゃんとこう、まあ、合格点にちゃんと 行くのかというところのまあ不安があるのかなと思うんですけど、まあ、ちゃんと行くんですよね。で他のまあ科目もまああるでしょうとで他の科目をやんなきゃいけないんですけどその中でまあその1科目7科目ある中の1科目とでさらにはですね、まあ、今度2次試験っていうところもやっぱ控えてくるんで、まあ、そういったこう 多岐にわたるです、ね、いろんな分野をやりながらのこの1科目であるこの形状システムですねそこがまあすごくやっぱり初めての学習分野ででなんかすごくボトルネックになるというところはですねやっぱり避けたいんですよねでそういう状態でちゃんとですねあの6割 60点の合格点っていうのをキープできるのかというところですねそこがやっぱりこう不安なんですよねまあ、それをしていくのがまあ今回のこの講座なのでまあ、それをやっぱりしてもらいますよというところですそこはあのまずはその初学者向けの講座としてはこの ベーシック講座というところで、で、ガンガンですね、その知識、出題されるところを中心にですね、やっぱりこうお伝えはしていくんで、まあ、そこをですね、参考にしながらやっていただくというところになります。ただですね、あの講座で伝えていく内容ですね、まあ私の場合こう、まあ、この辺が出やすいとか、そういうのはまあ言っていきますんで、その辺をですね、強弱つけていただいて、 で、それを使って復習ですよね。復習することがとにかく大事なので、まあ予習とかも別にいらないです。予習とか一切する必要はないので、とにかく復習をとにかくしっかりやっていただくと。で、その復習するときに端から端まで丹念にやるとですね、もう時間もなくなっちゃいますし、無駄なんですよね。で、結局そこって、 出るとこ出ないとこって、やっぱりはっきりするんですよね。はっきりしてくるんで、その辺のやっぱ強弱ですね。まあ、つけていただくと。で、とにかくしょっちゅう出るとか、もう毎年必ず出る論点とかでもあるんで、そこはやっぱり取っていくと。で、そこは確実に得点できるように、しっかりですね、力を入れて学習していくというところが大事になりますし、出るか出ないか、まあわかんないと。まあせいぜい出ても5年に1回かなとかっていう論点もやっぱりあるんですよね。 そういうのに別に力を入れて勉強する必要はないので、えー、なんか確率的に言うとかなり低いで出る可能性は低いというところに関しては、ね、別にそんなに力を入れる必要はないのでその辺のこうメリハリですねメリハリがすごくやっぱ大事になりますで限られた時間でやっぱ受かるところにもこう持っていくっていうのは、まあ、そういったこうメリハリのついた学習っていうのはもうとにかく必要なのでそれを絶対的にやってほしいなというふうに思ってます なので、重要なところですね、出るところに特化して学習するというところで、まあ、そこのやっぱり、じゃあどこが出るんだと、どこが出んのかっていうところは、まあ、まあ私がこの講座の中で言ってきますんで、それを控えておいて、まあ、それを参考に復習をとにかく頑張るというところが大事になってきますんで、もう復習しなきゃ、まあ、やっぱり受かんないですよね。受かんないので,で、講座聞いてるだけだと受かりませんというところがあります。まあちゃんと定着させてですね、こう、飲み込んでもらわないとですね、 知識をこうしっかりこう受け止めていただいてでそれをちゃんと理解するということをしていただかないとなかなかそう簡単にやすやすと受かれる試験ではないですというところがあるんでまずそこに気をつけてくださいねと。でさらにはちょっと考え方として、ね、学習の仕方としてですねちょっとやっぱり最初なんでお伝えするとですねあの 丸暗記は絶対 NG なんで丸暗記でなんとかなる試験ではないですね。で、これは他の科目でも言えると思います。で、他の科目でも一緒で、結局この,あの中小級診断士の試験って、やっぱりこう応用を問うんですよね。理解力を問うというところで、ちゃんと知識をこう、 知っていていですねでそれをちゃんと使えるような状態になってるかと自分なりにこう受け止めて自分なりに理解解釈ができてちゃんと正しいことと間違ってることの判断ができんのかというところがやっぱり問われてくるこれが一次試験なんですよね。なので単純な知識を知ってるか知らないかっていうこの用語の意味を知ってるか知らないかを問う問題は基本やっぱり少ないですよね相当数少なくてやっぱり考えさせる問題が多いです。 でそういう意味では、やっぱりこの形状システムだとその似たような試験にあの国家資格で情報処理試験があるんですよね。IT パスポートとか基本情報技術者試験とかそれ似たような試験があるんですけど、あっちはどっちかというと結構知識問題が中心。で、覚えてるや知ってるやできるんですよ。だいたい知ってりゃできるような問題が多くてで、知識を問うんですよね。で、その問題とはやっぱり明らかに。 違って、信頼試験の場合は、結構問題文も長いんですよね。長い状況をイメージさせるようなものが、まずリード文にあって、で選択肢もやっぱりあの単純な知識を問う問題ではなくて、こういう場面の時にこういうのを使うと、それはど,どうなのかみたいなのを問われたりとか、でそこはじゃ,じゃあどうなんだろうなっていう、その状況の中から判断して選択肢を選んでいく、まあ、そういう形になるんですよで。そうなってくると、やっぱり単純に知ってるだけじゃなくて、ちゃんと理解してないと。 解けないですねでその理解っていうのが重要なんでまず丸,ある丸暗記はあの意味ないですとで通用しないんで、ま、暗記に逃げるのはやめた方がいいですね暗記には逃げないで単語帳も作らない単語帳を作り始めてるんだとしたら捨てた方がいいですね単語帳は捨てるであとはこうマーカーとかでこう赤赤く塗りつぶしてなんかよく受験生がやってるような 赤い下敷きでなんか用語を消してなんかちゃんと用語を覚えてるかみたいなのを確認するようなああいうやり方は絶対 NG ですね。で、ちゃんとそういうのはしないと。でもそういうのはもう一切やらなくていいですしもうノート作りとかそういうもう無駄とにかく時間のかかって効果の薄いことはとにかくやらない方がいいですね。で、テキストをまずはあのしっかり見ると。で、復習の中でまずテキストでこんなことを言ってたと。で、私がまあ講師がこういうことを喋ってたなと。で、この辺が重要だって言ってたなっていうのをまずしっかりこう受け止めていく。 でその中で次にやるのは、やっぱり過去問ですよね。過去問をとにかく徹底的にやっていただいて、で、あの、とにかく出るところですよね。で、正答率の高いところで、で、かつ私はこの講座の中で、この辺が出やすいですよって言ってた重要度の高い論点で出題されている問題。そこを解くんじゃなくて、こう一個一個確認していってほしいんですね。選択肢の一分一分。まあ、大抵、あーいうえの4択なんですよ。この形状システムは大体4択なので、あーいうえからまた出されますと。 出された時にああいうえそれぞれの選択肢のこう根拠がちゃんと見つけられて正しいのか不適切なのかを選べるかどうかですね不適切だったらなぜに不適切なのかという根拠そこがちゃんと分かるかっていうところがまずポイントなんでそれができるかなっていうのを確認しながら見ていってほしいんですよね。 それをやるっていうのが、まあ、すごくやっぱり大事な学習方法で、で、まあ、なんで、まあ、一回、こう、一通りテキストの学習が終わったら、もう早々にですね、まあ、過去問、とにかく手をつけてほしいなと。過去問も、その、まあ、過去そんなにこう、年度の古いやつは別にやらなくていいんで、直近まあ、3年から5年ぐらい、まあ、やっとけば、まあ、十分ですよ、というところで、その3年から5年ぐらいの間で、特にやっぱり正答率の高いやつを中心に見ていくと。 で異様に正答率の低いやつを無視していいんで別に解けなくていいですんでそ,そういうのはもうあの毎年やっぱ出ちゃうんですよね出ちゃうんですけどで次の年同じ論点は絶対出ないですんでそういう問題ももう二度と出ないですねなんでそれを学習する意味もないので,でそういう正答率の低いやつに関してはですねもう気にしないとにかく気にせずに正答率の高いやつが確実に正当できるというようにしていくことによってまあ6割っていう点数を取っていくので まあ、この試験そういう試験験そうういなんで,、ね、なんでまあよく出るところ重要なところに絞り込んでそこをきっちり判断できる判断力ですよね適切か不適切かを判断する判断力を養って試験に臨むでその現場現場で、えー、その試験会場の現場ですね。<laughs> で 適切な判断がができるるかかどううっていうのが試されると、まあ、こういった試験になりますんでちょっとその、あのー、理解理解ですね論点ごとの理解っていうのをしていってほしいなとっていうところですでも当然その理解がしやすいようにこの専門用語をなるべくこう日常的なものに置き換えたりとかなるべくこう簡易的に、あのー、していき,いきますのでそれをですねちょっと参考にしながらあこれはこういうもんなんだなとでこういうもんだっていう理解の仕方でいいですん、ね、で別に専門的に理解する必要は一切ないです こういうもんだなっていう感じの理解をしていっていただければ、まあ、十分ですんで、ちょっとそういった形で進めていっていただくと。で、理解で解いていくというような形になっていきます。で、あとはですね、あのー、まあ、傾向ですね。傾向のお話でいくと、で、要は、難易度ってこう変化するんですよね。で、科目ごとにもやっぱ全然違いますと。で、今年は難しいけど、次の年は簡単だったとか、結構やっぱそういう、こう、ブレが出るんですよね。 でなので簡単な年に当たれば結構割と点数取れるけど難しい年だと全然取れないということはやっぱり起きたりもすると。 いうところなんでですねでまあ、今回、この20年向け、まあ、2020年、2020年合格目標というふうになってくると、2020年のじゃあ本試験どうなっているのかというところのまあ予想でいくと、ですねでこの2 0 1 8年、2018 7年1年、19年ですね。で今現状、2019年の本試験があの終わってない状況なんですね。で今ちょっと収録してるタイミング上、2019年の あの本試験まだ行われてないので実際ちょっと2019年がどうなったかっていうのがちょっとわかんないんでなんとかまだ言えないんですけどあの2017年18年は簡単だったんですよ簡単でしたとで2019年もまああのー、だいたい経常システム3年周期ぐらいの形でゆ緩やかに傾向変化していくんでまああのー、まあなんですかね、まあ 例年の傾向だと、まあ、3年連続で簡単なのが続くというところで、まあ、20 2019年はまあ簡単な傾向なんですけど、まあ、難しいに切り替わる年の簡単なのでまあや,やや難しいぐらいかなというふうに思いますなので難易度的にまあやや難しくなるような形で推移していってで2020年はもうちょっと難しくなると。 残念ながらです、ね、ちょっと皆さんが受ける本試験、これ2020年に関して言うと、まあ、たおそらくですけど、まあ、難しい、あのー、状況になると、例年に比べたら難しい問題が多く出題されると、で点数が取りにくくなるという問題がちょっと予想されるので、ちょっとまあ厳しいですよね、厳しいかなとは思ってます。なんで、ちょっとなんとか乗り越えなきゃいけないというところで、最低でもその、要はもうなんとか6割に近いところです、ね、をキープすると。 いうまあどんなに悪くてもまあ50点台はとにかく絶対必要ですね。であんまりこうし下を足引っ張りすぎるとですねちょっとそれをこう上げていくのが他の科目でカバーするの結構大変になっちゃうんでやっぱり全体的に底上げされててどんなに悪くてもやっぱ50点台キープしとかないと結構きついですね。平均点でまあ受かる試験ですけどやっぱちょっときつくなるんでなんとかもう50点は最低。でも あのキープですねで得意な人に関して言うとですねまあ、それでもですねやっぱりあのそんなに高得点やっぱ期待できないですねすごい難しい年って結構あの IT 業界にいてバリバリやってる人とかでもそうですしで情報処理試験をもういっぱい取ってますよとかっていう人でもそうですし取れないですよねそれでも。 なので、あんまり高得点も期待できないんで、この計上システムで得点、も高得点取って、80点とかを取って、で、なんかガンガン引き上げていくんだとかって狙ってる人は、ちょっと可能性低いかなと思います。どんなに得意でも、まあ70点ぐらいですね。になるかなというところですね。なので、ちょっと難しくなるというところは間違いないかなと。で、あんまりちょっと期待できない科目になっちゃうかなというところですね。まあなので、ちょっと難しいっていうのを踏まえた上で、ちょっと学習は。 進めていく必要もあるので、まあ、その点はですね、まあ、難しい年度のに、まあ、あの、見据えた学習の仕方っていうのもですねあの、各講座、これからやって講座ながら私もそれを意識してお伝えしていきますんで、ちょっとそれを前提にですね、進めていきたいなというふうに思ってます。で、あとはですね、あの、まあ、全体像ですよね。で中身 細かいところはまた次のユニットでお伝えしますけど、まあ、目次をちょっと見ていただくとですね、でこの形状システムで何やるのっていう話ですね。で分,野分野がで、まあ、第一分野があって、第二分野があって、第三分野があるんですね第三分野があって、第三があって、第四分野があるとっていう形で、まあ、全部で第四分野。分野っていうと、四分野構成になっておりますよとっていう形です。 でまずこう結論的に言うと、まず第1分野っていうのが、まず一番重要度、高いんですよね。高くて、で割とです、ね、やっぱ前半の問題、前半の問題に、あの簡単なものが集中するんですよ。で、結構、正答率もです、ね、前半がすごい高いんですね。なので、万人、皆さん、受けてる皆さんの統計取ると、やっぱり前半で点数取るんですよね。 っていうような科目になってくるんで、結構前半って何やるかとハードウェア、ソフトウェアみたいな、パソコン関連の要は中身の話ですね、がまず中心になってくるのは第一分野ということになります。で、そこがですね、やっぱ結構3、4問ずつぐらい、ハード、ソフトで、まあまあ5、6問は出るんですよね。で、そこはもう本当にもう1問も落とさないぐらいの勢いでやっぱりやるぐらいの、かなりこれ、重要度高いですね。ここで落としちゃうと、他がちょっと厳しくなってくるんでっていうぐらいです。 まあなのでですね、ちょっとこうまず第一分野はもう必須で、もう絶対的にもうすべてきっちり押さえていくというような感じにまずなりますっていうのが第一分野で、で、第二分野ですね。第二分野のところに関して言うと、まあデータベース、ネットワークなんですね。データベースとネットワークの話になってきます。ここも出るんですよ。ス題ライスが結ボリューム的に多くて3、まあ2、3問ずつぐらい。データベースでま2、3問。で、ネットワークで2、3問ぐらい。 になってくるんですけどここもですね、まあ要は出るとわかってる論点なんでしっかり取りたいとただしまあハードウェアソフトウェアのほどですねまあ優しくはないのでちょっとじゃ若干取りにくくなってくるとっていう感じですただその中でもやっぱりこう品品質論点が多いんでで傾向もそこまで大きく変わってないとっていうことを考えたらまあそのまあいやまあ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 取りやすいとまあまあやりやすい論点なんでここでもやっぱり得点はそこそこそこしてほしいと なんで、まあ、5問出たら、まあ、4問正解ぐらいですね。は、なんか、それぐらいの勢いで、やっぱ、ここも正解を重ねていってほしいっていう感じです。まあ、全問正解とは言わないというぐらいですね。第1分野のハードウェア、ソフトは全問正解の勢いでいっていただきたくて、で、第2分野に関しては、まあ、1問落とすか落と、落とさないかぐらいにしといてほしいと。っていう感じですね。で、いう感じで第一、第1、第2がかなり重度高いですよと。 で、そのまま第3分野ですね。いくと、今度、だんだん応用論点になってくるんですね。で、まあ、クラウドとか、この辺の品質論点はあるんですけど、徐々にですね、やっぱり出たり出なかったりっていう論点も多くなって、で、かつですね、実務的で取りにくい問題が多くなります。まあ、そうなってくるとね、まあ、やっぱちょっときついんで、あの取れない問題はもう取れなくてしょうがないというので、まあ、後半ですね、後半論点になってくるとっていう感じです。 で、取れないのはしょうがないんで、もう取,る取れそうな基礎的な問題を出されたやつをきっちり取っていくっていう方針。まあそんな方針でやっていただきたいなというのがこの第3分野ですね。で、あとは第4分野なんですけど、一応ガイドラインと、まあ,あ,のあの、セキュリティですね、と統計という分野になっていて、で、一番取りにくい分野が第4分野ですね、になります。で、特にガイドラインとかかなりきついですね。 きつくて、で毎年このも取材はされるんですけど、もうとにかく取りにくいと。で、ほぼですね、これ、あんまり力入れないほうがですね、で、無駄になっちゃうと。頑張っても無駄になることが多いと。で、セキュリティも結構難しい問題も多いんですが、まあ、基礎的なところはしっかりやっていきましょうねという形とで、あと統計ですね、最後に統計の論点があって、で、これがですね、2018年度。 が出題されなかったんで、すねで2019年も多分おそらくもう出題されなくなるんじゃないかなとは思ってるんですけど、で2019年でちょっと皆さんちょっとかあの過去問ちょっとチェックしておいていただいて、まあ私も当然見ますけど、今時点で言えることは2019年は多分出ないですで出なければ2020年も多分出ないです。統計に関しては出ない。ただ運営管理にそっちがあのこの統計の論点が回ってる気配があるんで、運営管理で出ちゃうかなということはあります。で、あと財務会計ですね。 で財務会計、運営管理のこと考えたら、まあ結局ど、どちらにしてもまああの受験する以上やらなきゃいけない論点なんで、まあ一応基礎的なところだけはやりますけど、形状システムだとまあ出ないかなって感じですね。まあ、そんな分野なっていくんで、形状システムとして言えば、第4分野かなり重度下がってくるって感じですね。まあ、そんな4部構成になってくるという形なので、ちょっとですねあのそれを踏まえた上でですねちょっとやっていきたいなというふうに思います。まあ 大体いいこんな科目なのかなというところですね、ちょっとまあ見ていただいて、でですね、あのまあ、実際の学習に取り掛かっていただきたいなというふうに思います。じゃあ一旦ですね、まあ、あの、序章というところ、まあユニット1ですね、に関しては以上というふうにさせていただきたいと思います。じゃあ一旦お疲れ様でした。